2013ワールドベースボールクラシック決勝トーナメントはワールドベースボールクラシック第3回大会のアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコで開催された準決勝決勝戦2013年3月17日から3月19日にかけて AT&T パークで行われた AT&T パーク第2ラウンド1組2組の上位2カ国が出場 各組の一位と二位が、クロスオーバー方式で入れ替わる形で対戦し、その勝者が決勝戦を行う。試合開始時刻、18時区、マリオ・サンティアゴ、ホセデラ・トーリ、ゼービア・セデーニョ、フォンタネス、ジェイシー・ロメロ、フェルナンド・カブレラやディア・アモリーナビ、前田・健太、タ、ノーミ・アツシ、セッツ・タダシ、杉内・ト也、和久井秀明デアキ、ヤ・マグチ・テツヤ、安倍・シンノスマサル、マリオ・サンティアゴ・ハイ、 前田健太 S、フェルナンド・カブレラ・ホンドゥイダ、プ・アレックス・リオス1号にラン・プエルトリコは、初回、マイク・アビレスのタイムリーで1点を先制。7回には、アレックス・リオスが、ホームランを放ち、3点差にする。8回に1点を返されたが日本が、ソウルイミスを犯して、最後は2点差で逃げ切った。プエルトリコは、史上初の決勝進出を決めた。試合前の始球式を、 1> 第1回大会日本代表監督の大沢春と、第2回大会同監督の原達則が務めた。試合開始時刻、18時半。ディエゴマーマークウェル、トム・ストイフバーゲン、レオン・ボイド、ルーク・ファン・ミルダ・シェンコ、リカルドド、エディンソン・ボルケス、ケルビン・ヘレラ、ペドロ・ストロップ、フェルナンド・ロトニー、カルロス・サンタナ・ナマサル、エディンソン・ボルケス1勝敗、ディエゴマーマークウェル2勝1敗 S、 フェルナンド・ロドニー・ロク・エス・ドミニカ共和国がオランダに前、大会のリベンジを果たして史上初の決勝進出を決めた。試合開始時刻、17時プ、ジャンカルロ・アルバラード、ヒラム・ブルゴス、ホセ・デラ・トーリ、ゼビア・セレーニョ、フェルナンド・カブレラ・ヤ・ディアー、モリーなど、サミュエル・デ・ドゥーの、オクタビオ・ドーテル、ペドロ・ストロップ、サンティアゴ・カシーヤ、フェルナンド・ロドニー、サンタナ・マサル、 サミュエル・ゲドゥーの2勝0敗敗、ジャンカルロ・ロワル・バラード1勝1敗 S、フェルナンド・ロドニー 7S ドミニカ共和国が、完封リレー勝利で史上初の全勝で優勝を、飾った。テレビ中継日本戦の放送日程は、以下の通り、準決勝直前強化試合、準決勝決勝ラジオ中継日本戦の、放送日程は、以下の通り、準決勝決勝。ありがとうございます。